皆さんこんにちは。今回は、正月価格でびっくりしたもの、年末高くなる前に準備していたもの、というトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。正月年末価格でびっくりしたものを報告し合いましょう。毎年のことだけど、毎年ビビる、毎年高いから事前に準備した、って報告でも OK です。私はクリスマス終了から12月27日頃までが、通常価格で生鮮が買えるラストチャンスで、あとはぼったくりの別世界となると思っています。しめ縄、2000円。稲だぜ。布だぜかん。ほぼ手間賃だぜ、にやり。作るの大変なのよ、多分。確かに青森さんの玄関飾りはプラス1000円で1600円だった。安い中国製なら100円からある。見てからにトイレとか台所勝手口に飾るようだけど、縁起物ってそういうものだけどね。お正月飾り、稲わらですらなく水草だったりすることありますよね。普段はケチですが、そこはこだわりたいので、必ず裏面チェックして買います。叩かれるだろうけど、私は100均で110円のやつ買ったわ。その分食べ物買いたい。近所の行事で毎年手作りしていますが、手間がかかるんです。稲を干して、ささくれみたいなのを取って、巻くのも一手間かかるんです。電球なんかも高くなりますよね。え、そうなの？知らなかったわ。電球、切れかかってるので買わなきゃいいこと聞けてよかったです。ありがとう。少しの値上がりで貧乏臭いけど、歯ブラシも掃除用品も若干高くなりますよね。普段198円のかまぼこが、同じ商品なのにクリスマス過ぎた途端に456円。毎年ですが倍以上になります。うちの近所はかまぼこ一番安いのが698円だった。都会じゃないよ、田舎だよ。うちの近所のスーパーは、かまぼこ最安値で700円だったな。1000円のかまぼことか毎年のことながら驚く。毎年1000円のかまぼこ買ってるけど、100円のかまぼことは天と地の差だった。本当に美味しい。わかる、食べるとブリンブリンして歯ごたえいいよね。私はあの安いかまぼこが好きだから、高いのしか売ってなくて悲しい。安いかまぼこに、いくら乗せて食べるのが至高なんだよな。普通のかまぼこの4分の1ぐらいのサイズが4個セットになったアンパンマンのかまぼこセット、2000円超えだったのには驚いた。うちは子供をあんまり見かけない田舎に住んでるんだけど、あれ買うの孫を待つ祖父母とかなんだろうな。うちの義母も、毎年それ用意してくれてる。うちじゃ見ないから、子供はテンション上がってるよ。スーパーで働いてるけど、年末に売ってるかまぼこは、普段売ってるかまぼこと同じ商品じゃないよ。バーコード違う別の商品。定価より上の倍価設定できない。それはわかってるのよ。高いやつだけ店頭に置いて、普段ある安いのを置かないのが許せない。冬だし寒いし晩ご飯はおでんにしよう、と思ったら、普段売ってるおでんに使う材料がほぼなくて、1000円のかまぼこばっかりだった。正月までまだ何日かあるのにおせちばっかり作んねえよ。普段の材料も置いとけ。わかる。正月までの数日間普通のご飯作らなきゃなのにね。うちはおでん大量に作って、いつでも温めて食べられるようにしてる。かまぼこはドラストのウエルシアで買うのが穴場だよ。今日も98円だったよ。普通のかまぼこでよければドラッグストア100円前後の売ってるよね。私はお正月関係なくいつもの安いので十分、なのでドラストで買いましたよ。私はかまぼこ、ドラッグストアで98円で買ったよ。嬉しくて旦那に見せたら、一回り小さいとか言われた。それによく見てみたら塩分カットとか書いてあった。血圧高めだからいいんだけどさ。安いのには理由があったわけだ。この時期なんでもお高めなのは仕方ないけど、栗きんとんのお値段にはびっくりした。量も減ってる気がする。今年栗きんとんやばくない？ 3800 円とかあって、何度見かしたよ。私は栗きんとんはもうずっと前から諦めて買わずに、なると金時のお芋で代用してます。何も色付けしなくても割と綺麗な金色ではありませぬか。さっきスーパー行ったら、栗きんとんの小さいパックで1000円で買うのやめた。高級らしき栗きんとんは2000円超えてたので今年は買わないかも。全国的にはどうだったかわからないんだけど、祖母が栗の名産地に住んでいて、今年は不作だったと言っていたよ。我が家にあるのもちょっとだけ。それでもかなりありがたい。栗の甘露には韓国産も多いよ。年一で栗きんとんに使うくらいなら、高くても国産を買ってる。
生わさび。毎年買ってるけど、数年前まではだいたい800から1000円だった。今日買ったら1本2000円。去年は1400円。値上がりしすぎでびっくりしたから覚えてる。安い店も見たけど、美味しそうではなかったから仕方なく買いました。キノコ類。クリスマス過ぎたぐらいから、めっちゃ高くなる。安いうちに冷凍しとく。あとは、すき焼き麩とかマロニーとか乾物も何気に上がるよ。腐らんから安いうちに買っとこう。三つ葉398円。多分まだ上がる見込み。いつも100円なのに。三つ葉普段、一束48円。二束だと77円で買ってるのに、年末は一束198円だったよ。ちな豊島区。豊島は普段が相当安いな。都内どころか全国最安くらいで普段が安いよ。羨ましい。うちの地域はクリスマス後238円で、それでも高くなってたけど買って冷凍した。私は年末250円で買った。春菊は300円。蜜葉高いのわかる。別にメインにもならないんだけど、雑煮に必需品だから買うしかないよね。デパ地下八百屋で499円で無理、と思ってたら、スーパーで118円の少量のやつ買えたよ。ちなみにフリーズドライもあったよ。それは198円だった。これ前にガルちゃんで、年末は蜜葉高いから秋に買って再生するといいって言われました。先月98円で蜜葉を買い、水につけて新しい芽が伸びてきたところです。セリはプランターに植え替えすくすく育ってます。初心者だし、ベランダ激狭だけど植物育てるの楽しくて。教えてくれたガルミンありがとう。ネギは知ってたけど蜜葉もいけるんだね。いいこと教えてもらった。ありがとう。雑煮に入れる蜜葉が大好きでたくさん入れたいから、雑煮のために蜜葉は9月初めに種まきをしてる。春菊も同様に、鍋に大量に入れたいのと、生でサラダにしてローストビーフと食べるのが最高なので育ててる。今ドンピシャで両方わさわさ育ってる。来年はその手で育てようかな。少し色に添える程度にあればいいかと思って豆苗を育ててたんだけど、途中で枯れた。今現在、生き残ってるのはバジルしかない。蜜葉結構使えるよね。赤だしのお味噌汁とか親子丼やカツ丼とか、ちくわと酢味噌で和えても美味しいし、ネギより香りがいいから好きだわ。いつも買ってた1280円の冷凍エビが消えて、1980円になってた。エビは上がり方が半端ないから、クリスマス前くらいの時期に、冷凍のを買っておく。年末年始は冷凍ですら値上げしてくるから、もう早く買う以外に対策がない。そば、高すぎる。乾麺で我慢するかな。乾麺のそばは安定して美味しい。スーパーで年末にしか見ないような生そば食べたこともあるけど、この味なら安い乾麺で十分だと思ったから、今日乾麺買ってきた。餅1キロ598円だったのが700円になってた。家族みんな餅好きだから困惑してる。お餅は日持ちするから、来年からは11月頃買っておくといいよ。私も他トピで教えてもらって11月に買ったよ。お雑煮用のイクラも値上げしそうなので、年末前に買いました。この前作って冷凍した。お雑煮にイクラ入れるのですか？初耳です。お雑煮ほど各地方で違うものもないくらい色々ありますよね。北の方では割とイクラ入れるところがあるみたいです。新潟では入れますね。入れるとめっちゃ美味しいですよ。やっぱり数の子かな。数の子高いわ。卸売市場に買いに行くしかない。大好きだから泣きたい。年一の贅沢くらいさせてくださいよ、と思う。今年は数の子諦めるわ。来年行こう、安くなるかわからないけど、今年は無理だ。うちは数の子は早めに買って冷凍しておく。定価では買えん？クリスマス前に、味付け数の子を買ったのですが、お正月まで我慢できなくて、年末までに全部食べてしまいました。数の子大好きなんです。もう正月の前祝いってことでハッピーだしーじゃないの、めでたい。スーパーのエビ天やらかき揚げの値段がもう限界突破。昔からエビ天の値上げ感は異常。年越しそばに入れるエビの天ぷらなんか特に高いよね。昨年の31日のスーパーで天ぷらを見たら衝撃を受けたよ。150円で売られているエビ天が450円になり、さらに身が大きなエビ天は1本700円から1000円になる。スーパーにとっては日本の古き風習のおかげで、年末はぼったくり一色になり、カモがネギしょって買いに来る様相を呈する。わかる、高いのに、衣ばっかりでもさもさしてて美味しくない。
そうそう、店によっては衣ばっかり。大きくてエビが小さかったり。こんな甘エビみたいな貧相なやつにこれだけ衣つけられるもんかとテクニックに感心したわ。お惣菜売り場もコロッケなんかは消えて、フライドチキンセットやオードブルなんかに占領されうんざり。今年はクリスマス翌日のお惣菜や食品たちも、全然値下がりしてなかった。どこも厳しいんだね。里芋とごぼうの値段が倍以上。日持ちする野菜だから早めに買ってる。198円矢印498円になる。小松菜もだけど、ほうれん草も年末年始は値段倍になるよ。ほうれん草ね、上がるよね。お雑煮に乗せるからすでに冷凍した。私も買って洗ってから冷凍したよ。国産野菜の冷食おすすめだよ。お雑煮の具材も高くなる。地域にお雑煮って全然違うけど売れるからか、各地域のスーパーそれぞれの具材が高くなる。ちなみに愛知だと小松菜、餅菜とトッピング用の鰹節の値上がりがえぐい。きゅうり1本150円。いつも3本で198円くらいなのに。高すぎて買えない。大晦日前だけど、大丸で大根1本1000円。さすがに無理。デパートだからね。ちなみにうちの地元の畑で採れた無人販売は1本丸ごとで100円。スーパーに地元の農家さんがマルシェとして持ち込める売り場では130円。もちろんめっちゃ新鮮。大根1本1000円。と思った田舎庶民です。東京のデパート百貨店は客層が違うのもあるんだろうけど、やっぱすげえんだな。なんか親が来た時に大根もらってきた私悪く思えてくるよ。野菜類や一部の食料品は高くなるよね。お掃除グッズなんかはドラッグストアやホームセンターでは安売りするから、12月入ってから買ってる。タコ 100g 税抜き798円で、2000円超えのパックがたくさん並んでた。いつも 100g 358円なのに。スジコ大好きでさ、明日仕事お休みだから家にこもってほっかほかのご飯と一緒に食べようと楽しみに買いに行ったら、普段 100g あたり699円なのに899円に値上がりしてた。正月用のキラキラしたシールなんて貼らなくていいから。少量パックの絹さや、近所3店舗とも300円弱で高い。今年は冷凍しそびれました。おにしめ用です。お花?墓参り用に買おうかと思ってスーパーに行ったら、いつもは398円ぐらいのやつが年末は698円もした。どうしようか迷って諦めました。鶏肉が 100g あたり50から80円上がってた。雑煮に入れるからかはないわけにはいかないんだよな。お肉のパックも、いつもより高級なお肉が棚を占めてるよね。普段 100g 128円の安い豚こまですら、便乗的にグラム158円になってた。正月あたりってすき焼きとかしゃぶしゃぶ肉ばっかりで、普通の薄切りロースとかなくなるよね。魚もカニとかお鍋用の魚とかばかりで、普通の切り身とか食べれないから、これらは絶対前もって買って冷凍してる。すき焼き用肉年末に買うと2000円とか3000円する。すき焼き用牛肉を早めに買って新鮮凍結しとくかな。家族が毎年年末はすき焼きすき焼きと騒ぐから。スーパー全面正月仕様になるのがきつい。高いのはいいとして肉とかも、これじゃないやつばっか売ってる。と田舎の義実家の近くの夢タウンなんか、すき焼きしゃぶしゃぶ用しか並んでなくてびっくり。冷凍食品買っとこうかと思って近所のスーパー行ったら、すでに正月模様になってて、冷凍食品買えなかった。そこのスーパー、小さいから冷凍食品の売り場つぶしてお正月商品並べるんだよね。定番の骨付きチキン高すぎ、近所のスーパーで1本1500円だった。普通700円くらいじゃないの?仕方ないからケンタッキーみたいな小さな骨付きチキン買ったわ。高級地鶏の値段かしら?こちらは3ランクくらいあって、1本600円の買ったよ。お正月用に華やかにパッケージされたものとか綺麗に盛り付けているのはまだ高くても許せる。年末はいつものお刺身が1000円以上値上がりしてて震えた。普通にツマも大葉も入ってないシンプルなやつなのに。パック寿司もさらっと値上げしてる。普段680円とかで売ってるものを、1000円を買い得。って値札つけるのやめろやって思う。黒豆。お正月仕様のキラキラした容器に入ってるだけで1200円とかどうかしてる。藤っ子のお豆さんでいいわ。私も実家の母もお豆さんにしてる。知らない会社の買うより、知ってる味の方がいいからね。藤っ子のお豆さんも若干高くなって店頭に出てたよ。
もう少し早く買っとけばと後悔した。11月末に黒豆買おうとしたら、賞味期限がマンナ12/31、スーパーの方が上手だったわ。賞味期限だったら、美味しく食べれる目安だから数日ならうちは気にしないかな。縁起物だから気にする人は多そうだけど、消費期限はさすがに厳守しますが。黒豆は体にいいので今日から食べよう。私は黒豆食べ飽きたら、黒豆入りパウンドケーキなどを作るよ。さつまいも1本300円。栗きんとん作ろうと思ってスーパー行ったけど買うのやめちゃった。私はお正月前に買ったけど、1本98円だったよ。焼き芋を使って簡単に作る焼き芋きんとんっていうのもあるよ。1本200円くらいになるかな。椎茸。いつも1パック6個入りで200円くらいなのに、正月前は398円に値上がってた。高いよ。スーパー勤務のものです。福岡だけかな？お雑煮に入れるカツオ菜も高いです。年末ギリギリだと値上がりするし、入荷ないこともある。年末に入る前に買って茹でて冷凍してます。ゆず、年末になると倍以上になるよね。早めに買って冷凍保存しておきたいものでした。ゆずは丸ごと冷凍して、解凍してから使うのですか？千切りみたいに刻んで冷凍しています。ゆずの風味はだいぶ落ちる気がするけれど。皮だけ剥いて刻んでおくのですね。果汁は絞って別に冷凍しとけばいいですね。今ゆず大根作りながら、年末跳ね上がるよなぁと考えていたところです。三つ葉も冷凍する発想がなかったです。絹さやも冷凍できるかな？絹さやできるよ。短時間だけ塩茹でして、冷水にとる水気をしっかり拭いて冷凍です。面倒だけどくっつかないように離して冷凍、凍れば袋にまとめて OK です。私、ゆずの皮はフリーズドライの買ってる。私もゆずの皮は冷凍のを見つけたので購入しました。去年ゆずがめちゃくちゃ高いと思ったので、今年はこれにしました。リンゴも便乗値上げしてた。いつも2個入り498円なのに550円だった。いやいや、普通の値段でも高いよ。1個あたり250円でしょう。決して、安くはないよね。デコポンが2個で1280円だった。高級フルーツ店並みだよね。塩干しのコーナーで、普段は見ないような一度も冷凍してない直送明太子ってのがあって、2切れくらい ?200 グラムくらいで2000円超えのがあった。店員さんがおすすめしてくれたけど高いよ。お正月価格かどうかわからんけども、お札が高くなっていた。火の神様と水の神様を毎年この時期に神社で買うんだけど、去年は値段据え置きで200円。ただ紙が小さくなってたところが今年は400円。2年に1回とかでもいいかな。神様怒っちゃうかしら？ブリがめちゃくちゃ高い値段になる。ここでは、正月に雑煮に使うから、らしいけど、私は雑煮には鶏しか使わないのに、普通にブリの照り焼き食べたいのに困る。宮城は舐めたがれいの煮付けを正月に食べるんだけど、年末ものすごく高騰する。なので年末のうちに煮付けて冷凍しておく。卵は季節関係なくすでに値上がってるけど、年末ってもっと上がるものでしたか？去年までは卵の値段そこまで気にしてなかったので記憶がなくて。卵は12月が一番高くなるらしいよ。クリスマスもあるからケーキ需要もあって高くなるんじゃない？ありがとうございます。確かにスポンジケーキには卵必須ですね。甘く煮た揚げ、昨年年越しそば用に探したけど、普段の倍で売られてたので、今年はお正月前に買いだめしました。正月価格の話とは違うけど、毎年クリスマス過ぎて通常価格になっただけなのに、安っすって思ってしまう。いいなぁ。私なんてクリスマスケーキ毎年予約してるんだけど、忘れちゃって低温に駆け込んでケーキ屋で買ったら、シンプルなイチゴのケーキが4500円もしてびっくりした。いつもは3000円以内で可愛いものが手に入るから、来年からはまたちゃんと予約する。ホールケーキって2000から3000円で買えるイメージだったけど、そんなにするなんて本当に物価が上がったね。カットケーキでも普通の店で300円くらい、おしゃれな店で500円以上の感覚だったけど、普通の店で600円もしててびっくりした。あの高島屋の崩れちゃったのも5400円でしょ。何千個って売れてすごいなぁと思った。今年は高島屋で5万円くらいのおせちを買った。潰れたケーキが話題だったけど、おせちはちゃんと届くといいな。おせちは毎年高島屋のカタログから選んでるけど、くわいとかごまめとか好きじゃないものもそこそこ美味しくて、
やっぱり値段なりだなと思った。地元のホテルのおせちが高くて、どんなに美味しいんだろうと思ったら普通だった。裏事情を知ってる人曰く、スーパーに並んでるやつと同じところで作ってるよと言われた。高島屋みたいなデパートが地元にもあればよかったのに。高島屋のオンラインで高島屋オリジナルの2万くらいの配送のおせち毎年頼んでるけど、値段の割に見栄えも良くて美味しいと思ってる。教えてください、冷凍のですか？そうです、今年は完売ですが、冷凍の和洋中おせちです。ありがとうございます、めっちゃ豪華。来年から高島屋頼もうかな。どん兵衛は逆に安いのよ。年末スーパー行ったらすごい積んでた。取ったら落ちてきそうな勢いで積んでた。どん兵衛のいろんな種類が目立つところに陳列されてる。だし昆布とかも普段は目立たないけど、目につく場所に陳列されているね。お正月コーナーみたいなのできてる。正月準備って食べるタイミングの鮮度の問題があるから、高くなる前にってあまり早めに買っておくことができないんだよね。せっかくの年末年始に、しなびかけた野菜や解凍肉はできるだけ使いたくないし。結果、早めに買っておけるのは餅や白味噌、だし用の鰹節や昆布くらい。だんだん年末年始の高級品を無理して買わなくなってきた。だんだん品数減らしてる。お餅やお正月料理に少し飽きたら、個人的に食べたいピザやカップラーメン、カップ焼きそばを買います。我が家は、昨年デパ地下のクリスマスケーキ、矢印今年ビアードパパのシュークリーム一人二つずつ。昨年からのおせち、矢印ローソン100で必要な分だけ、に変更しました。これで十分ですわ。以上となります。皆さんが正月価格で驚いたものはありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。エビの天ぷら、高いんだけど、たくさん売られていて、いつもより美味しそうに見えて買っちゃうんだよな。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。